カワポンです。法政と医学の多摩キャンパスの偏差値の紹介です。市ヶ谷キャンパスと比較すれば、人気は一段下がります。偏差値はご覧の通りです。60を超えるところはありません。社会学部が高めになっています。現代福祉学部の臨床心理学科も人気が高いと言えます。経済学部は低いところでは 52.5 の偏差値があります。今回の偏差値だけで判断すれば、狙い目と言えます。スポーツ健康学部も偏差値は低めとなります。参考にしてください。ありがとうございました。